船長はね、あれですよ。だってこの間、だいぶ前の歌枠でね、あの曲が止まっちゃった時にね、止まんなよマジでって言っただけでね、あのマシュマロにね、止まんなよマジでのね声が怖すぎてビビっちゃったみたいな、めっちゃ来たからね。船長、何そんな声に圧があるのね。私って怖い？私怖いのかな。ちょっと飲みます。もう一回言ってみたよ。止まんなよマジで。普通に船長の声好きですよ。ちょっと怖いところもゾクゾクします。あ、そうなんだ。ちょっと怖いのもゾクゾクするんだ。なるほどね。じゃあ、いっか。ちょっと、その声で罵ってほしい。待って、止まんなよ、マジで。この声。キモい。キモいはちょっと傷つくかな。罵るってどのくらいだったらいいんだろう。ね、罵るってどのくらいだったらさ、どのくらいだったら傷つかない。君たちが傷つかない程度に罵るときってさ、何言えばいいんだろう。そんな仕事にいつまでかかってんのとか。あ、なるほどなるほど。ねえ君、船長の一味のね、一味に入ったんですよね。そんな仕事にいつまでかかってるんですか。ちょっと呆れちゃうな船長。ちょっと呆れちゃうな。ねえ、後でお仕置きさせていただきます船長の部屋に後で来るようにごくごく飲みます。傷つくからやめて。あらあら、あ、傷ついちゃったね。雑魚の一味の方のために優しい船長も出すか。ごめんね、ごめんなさいね。大丈夫、船長は君のこと大好きですよ。よしよし、怖くない怖くない。船長は君のこと船から降ろしたりしませんよ。他のみんながね、何言っても船長はずっと君の味方ですからね。よし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 、どう、安定しました。安定した。DV 彼氏かなすいません、DV 女上司の毛を見せてしまいました